というわけでね、今日はこちらのお店に行こうかなと思います。国道2号線沿いですね、岡山の県境からおよそ5分ですね、三井市から5分ぐらいの距離にあるこのお食事、あ、食事処、やぶさんというね場所に行こうかなと思います。撮影許可ねいただいたので、今日はもう本当にしっかりね食べていこうかなと思います。まあ、ちょっと何が有名なのかちょっとねまだ情報がわからないですけども、あったかいやつをねちょっといただこうかなと思います。あ、すいません。鍋焼きうどんと唐揚げをお願いします。はい。あ、すいません。冷ややっこも一つ。はい。
すいません。こちらがホルモンうどんです。はい、ごちそうさまでした。よいしょ。はい、というわけでごちそうさまでした。こんな感じでございます。本当にまあこの辺はね、食べるところがあんましないので、まあ本当に食堂、まあ昔からあったようなね気配もするんですけども、実はホルモンうどんがめちゃめちゃ美味しいということで、後になって、教えてくれたということでちょっと食べたんですけども、なんだろうな、なんか、岡山のホルモンうどんとはまだ違うんですよね。岡山はちょっと味噌だれとかちょっと焼肉ベースのタレなんですけど、こちらはなんか、うっすら、まあ、その焼肉のタレじゃないんですけど、甘みがあって、でちょっと胡椒加減も良くてっていう、なんかちょっとお酒飲みたくなるなというか、素材の味がそのまま生かされてるような、シャキシャキしてて、でまあネチョネチョもしてないというか、味噌特有のね、ネチョネチョ感とか癖がないので、結構ね食べやすいかなと思います。はい。でまあ、ちなみにここね、岡山の境目なんですけども、岡山のホルモンうどんっていうのは、まあ、店員さんに聞いたんですけど、なかなか知らないというか、やっぱ県境を越えては文化っていうのも全く変わってくるんですよね、方言みたいな感じで。はい、というわけで今日はありがとうございました。とってもおすすめな場所でございます。今年の抱負は元気で頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。